カルーガは、ロシア連邦南西部カルーガ州の州都。人口は34万3300人。2002年、全ロシア国勢調査では33万4751人。1989年ソ連国勢調査では31万三3 1 9人。岡川上流の砂岸に位置する。モスクワから南西に188キロメートル。 モスクワとキエフを通る鉄道や高速道路が通るほか、古くからカルーガ道と呼ばれる道路でモスクワと結ばれている。カルーガはロケット工学、航空宇宙学のパイオニアであるコンスタンチン・ジオルコフスキーが長くここで暮らしていたことで知られる。彼はカルーガで教師として働き、後にはここに研究所を設けた。街には彼を記念した。 ツヨルコフスキー記念航空宇宙学歴史博物館があり、街はしばしば宇宙飛行のゆりかごと呼ばれる。ツヨルコフスキー記念航空宇宙学歴史博物館、岡川とカルーガ市街14世紀中頃に、モスクワ大公国の南西部の境界の守備のための要塞として、岡川とウグラ川の合流点からほど近い場所に建設された。1371年に、 カルーガの名で、リトアニア大公アルギルガスの書簡に記録されている。コンスタンディヌーポリ総主教フィロセオスに宛てた、この書簡の中で、モスクワ大公国に奪われた街の一つとして、カルーガの名が挙げられている。中世のカルーガは、岡川上流公国軍の一つ、ボロチンスク公国に発祥し、モスクワ大公国の有力貴族となった、ボロチンスキー公が治める小さな街であった。 元の中心地であったボロチンスクの町は、現在のカルーガ市のすぐ南西にあったとされる。カルーガとモスクワの間には、カルーガ道と呼ばれる宮道があり、中世から近世には盛んに使われた。現在の国道 A101 号は、部分的にこの宮道の近くを通る。1480年には、ダイオルダのアフマドハンリトアニア大公国の連合軍に対し、 モスクワ対抗国のイヴァン三世の軍が睨み合いをした、ウグラカンの大事と呼ばれる出来事が起こり、ロシアに対するモンゴルの支配の終わりを告げる戦いとなった。カルーガは、モスクワ対抗国軍の拠点となり、この後も、モスクワを目指して攻めてくる西方のリトアニアや、南方のタタール人の軍をここで食い止める要塞となった。17世紀初頭の動乱時代、ロシア・ポーランド戦争では、 ポーランドリトアニア共和国軍やニセドミトリー2世軍によりカルーガは蹂躙された。モスクワ付近の本拠地都市のから逃れていたニセドミトリー2世をウルソフ公が殺したのはカルーガでの出来事であった。カルーガにあった木造のクレムリは1654年にウクライナがポーランドからロシアへ割上されると重要性を失い18世紀に消失したまま再建されなかった。 1780年から1787年にかけての都市計画で建設された門。ピョートルニキチンの設計による1708年のピョートル一水による地方改革でカルーガはモスクワ県の一部となる。1775年にはエカチェリーナ2世がカルーガに行合し、翌1776年8月24日にはカルーガ県が設けられ、 カルーガは12の軍をまとめる県都となった。また、エカチェリーナ2世は新古典主義建築による都市計画も制定させた。当時の人口は1万7千人ほどであり、市街地には石像建築が立ち並び、それまでの名産品であった木工品やレースに加え、レンガやタイルの工場をはじめ小さな工場が多数立つようになった。百七十七年にはロシアでも 最古の部類に入るドラマ劇場が開かれた。一方で災害も多かった。1723年と1737年には飢饉のために町は廃墟となった。1742年から1761年にかけて町は幾度も消失を被った。1771年にはペストが猛威を振るった。カルーガ県の政府ビル1812年に ナポレオン一世率いるフランス軍がロシア帝国に侵攻した際にはカルーガは後方基地として大きな役割を果たした。カルーガはパルチザンの拠点となりフランス軍の後方を襲った。ナポレオンはモスクワからの退却の際にカルーガ道を通ろうとしたがミハイルクトゥーゾフはマロヤロスラベツの戦いなどで大陸軍の退却を妨害しモスクワ侵攻の際に すでに消毒化され、補給物資もないスモレンス区道を通らざるを得ないように、させた。第二次世界大戦では、1941年10月13日に、ドイツ国防軍に占領されたが、赤軍の反抗により、同年12月30日には、ソ連側に奪還された。ドイツ軍の撤退時に、多くの家屋が破壊されている。1944年には、 赤軍が前線で捕虜としたポーランド国内軍の兵士らがカルーガの赤軍施設に収容されている。1944年7月5日にカルーガ州が作られたのに伴いカルーガはその州都と,とされた。カルーガは工業都市として栄えてきた。特にソ連時代は防衛産業が地の雇用の多くを占めてきたが2000年代後半には ロシアに進出した外国の自動車企業が相次いでカルーガに組み立て工場を置き、カルーガは自動車産業の中心ともなりつつある。2007年11月28日にはフォルクスワーゲンの工場が開業し、2007年10月15日にはボルボグループの工場の加入式が行われ2009年に開業した。2007年12月には PSA プジョーシトロエンや三菱自動車が、組み立て工場をカルーガに設けることを相次いで、発表している。カルーガ -1 駅カルーガ近郊には、カルーガ空港がある。市内を、ブヤジマリアジスク間の鉄道が通りカルーガ -1 駅が設けられているほか、市の郊外には、モスクワケ府間の幹線やスヒーニ地域の路線が通り、カルーガ -2 駅が設けられている。 市内交通は、トロリーバスやバスの路線が担っている。ありがとうございます。